はじめ京志郎です。まあ、さっきのおいおいやめろ、あ、ごめんね、吠えちゃって。え、ちょっと服は鈴木服は俺無駄にしたくて無駄にしたわけじゃないんですよ。こいつが落ちたのがいけないんですよっていうね、あの謝罪で一番やっちゃいけないやつなんですけどね。まあ僕は ティッシュをね無駄にして着ていこうと思います。こうやってね、ほら、ほら、環境破壊じゃん、こんなもん。環境壊してやるよ。一枚ずつ丁寧に出す、それは武士の礼儀。やっぱ全部出すわ、めんどくせえ。あー、これが今元同級生のみんなが見たら悲しむだろうな。いや、そんな悲しまないか。股間見えてないよね。嫌なんだよ、バンされるのは。今まで俺一度もね、ストライクついたことないんですよ。すごくないですか、頭おかしいことやって。 YouTube は俺を認めてるんですよっていうね、勝手な解釈をするのがうまい。ポジティブなのさ。はい、ティッシュ1個終わりました。もう、まあ、そうだと思ったけどさ、実際そうしちゃうのはダメだよね。あー、ティッシュない。まあ今みんながね必死でこう勉強してる間、俺はペプシこぼしてその無駄にティッシュ使ってるだけなんですよ。もうなんか悲しくなんないな俺は。みんなはなるだろうね、ちょっと。いや、見てる人がなんか引くよな、悲しい。死にたかない嵐のね、死にたかない、おらしなね、ビジュエビジュエビジュエ。股間を隠す。はい、おしまい、おしまい。